皆さんこんにちは。ドライアイ MGD 論文数世界第一位、東大病院や慶応病院でも外来を担当していた眼科医の有田玲子です。本日も眼科医有田玲子先生のドライアイ診察室へようこそ。本日のテーマは視力検査コツ5選ということで、皆様学校検診や免許の更新などで子どもの時から大人になっても視力検査定期的に受けられているかと思います。今回はこの視力検査の時に皆様が持っている本来の視力を最大にきちんと表現できるための準備としまして、コツ5選をお話しさせていただきたいと思っています。で、視力検査は大事な目の検査の一つですよ。今回は視力検査でより良い視力を、もちろんですね、皆様の持っているより良い視力を最大限にきちんと発揮するためのポイントを解説させていただきたいと思います。まず1つ目、これは良い睡眠、適切な睡眠をちゃんととること。おすすめは7時間となってます。で、これはネイチャーなどの論文で、最も理想的な睡眠時間は7時間であるというふうにエビデンスがあります。なので9時間10時間というふうに寝すぎるのもダメですし、2時間3時間4時間など睡眠不足のまま行くのはもちろんおすすめできません。ですので、視力検査の前日、もちろんいつもがベストですけれども、視力検査の前日の夜は7時間ゆっくりいい睡眠をとりましょう。2つ目、検査のお時間ですが、実は午前中がおすすめとなってます。で、涙は午前中、日内変動があって午前中が一番涙が出ている時間ですので、そういった意味からも午前中がおすすめなんですが、明るいお部屋っていうことも後ほど出てくるんですけれども、午前中とか比較的光が入りやすいのかなというふうに思いますので、だから目が疲れてない、これは3番目ですね。目が疲れてないというのは、スマートフォン、それからパソコン、それから本を読む、そういった近くを見る作業をやった後じゃないっていうことが大事なんです。なので、午前中に行くということ、それからなるべく早い時間帯に行くということは、その前にそういった目を使う作業をされていないんじゃないかというふうに思われますので、2番目は午前中で、その3番目としてその直前、検査の直前に近方視をしない、近くを見る作業をしないということがおすすめになってます。そして4番目、さっき言いました明るいってことなんですけど、天気の良い日、特におすすめです。天気が良くて窓があるお部屋で、そのお部屋が明るいと、よりきちんと視力が出やすい、見やすい状況になります。そして最後5番目は適切な瞬き、ちゃんと瞬きするってことですね。瞬きがいい加減だったら、上と下がくっついてないと涙の中の油が出てこない、涙が全体に均一にワイパーのように塗りつけられないので、涙が凸凹になっちゃうと見えにくいってことに直結します。なのできちんと深い瞬きをする、これが重要な条件になります。最初から言いますと、1、良い睡眠7時間、2、午前中に検査、3、直前に近方視をしない、4、天気の良い日、明るい時間帯、そして5番目、良い瞬き、しっかりした瞬きをする。これがおすすめポイントとなります。注意点としましては2つあるんですが、1つは見えないのに見えるふりをしないっていうことですね。例えば眼科さんで視力検査を受けた時に、本当は見えてなくて、あとは勘なんだけどって言って3つぐらい勘が当たってしまって、本当の視力は 0.5 ぐらいなのに 0.8 とか 1.0 とかになってしまうと、先生が本当は見えてないのに見えてますねっていうふうに誤解されてしまって、正しい治療が遅れてしまうっていうのは良くないことになります。なので、こうやって目を細めたり、それから見えてないのに当て勘で適当に言うとか、そういうのはなるべくしない方が皆様自身のためとなります。それからもう一つの注意点としましては、これ良い視力を出すコツっていうのをお話ししたんですけど、これご自身の視力を最大限にきちんと発揮していただくためのコツであって、見えないのに見えるようにするっていう意味のポイントではありませんので、そこだけ誤解のないようにお願いしたいと思います。本日もこの動画を最後までご覧いただきありがとうございます。ためになったと思われましたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、また別の動画でお会いしましょうね。さようなら。